クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサロン、年式2015年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額145万円です。セダンは人気がないんですかね、やっぱり。コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。本日の動画は、210系クラウンロイヤルサロンハイブリッドの話と、ロイヤルハイブリッドの中古車を見たいと思います。皆さんはクラウンロイヤル、クラウンアスリート、クラウンマジスタ、どれが好きですか？クラウンロイヤルサルーンは、1974年に登場した5代目クラウンの 2.6 リッター車の最上級グレードに、ロイヤルサルーンのグレードが初めて採用され、販売が開始されましたので、ロイヤルのグレードは昔からあったと。スポーティータイプのクラウンアスリートに関しては、1983年に販売された7代目クラウンの特別商社でアスリートが初めて登場しました。その後1999年に11代目170系クラウンでクラウンアスリートというシリーズを加えたと。で、14代目210系クラウンロイヤルはガソリン車とハイブリッド車の2種類を用意しています。ガソリンモデルは2012年12月に販売が開始され、ハイブリッドモデルは2013年11月に販売されています。どちらとも2018年6月のフルモデルチェンジをもって生産が終了し、トヨタクラウンのラインアップから姿を消しています。ハイブリッドモデルのラインアップは 2.5 リッター直列4気筒 DOHC プラスモーターを搭載したロイヤル、フルタイム 4WD を搭載したロイヤル4、中間グレードのロイヤルサルーン、ロイヤルサルーン4、最上級グレードのロイヤルサルーン G とロイヤルサルーン G4、その他にも特別商社のロイヤルサルーンブラックスタイル、ロイヤルサルーン4ブラックスタイルの8グレードがラインアップされております。この210系クラウンハイブリッドに関しては、全グレード 2493cc となっておりますので、先代の200系クラウンハイブリッドの3456cc よりも排気量が小さくなっておりますので、お財布には優しいと思います。新車価格は410万円から606万4200円となっています。で、最近コメントで、浩平さんがロイヤルハイブリッドを購入するのであれば、どのグレードを選びますかというコメントが来ていましたので、話をさせてもらいます。私だったら、最上級グレードのハイブリッドロイヤルサルーン G4 後期の車を選びます。欲を言えば17インチのホイールが良いですね。本当は FR 車がいいんですけども、たまに雪が降っている場所にも行きますので、フルタイム 4WD 車を選びます。ロイヤルサルーン G を選ぶ理由は、電動リアサンシェードと手動リアサンシェード、後席パワーシートやリアセンターアームレストに各種コントロールスイッチが採用されているので G が良いかなと。後期モデルを選んだ理由はフロントデザインが後期型の方が私は好みなので。内装に関しては前期モデルの木目のデザインが好きです。前期モデルの木目を後期に移植することって可能なんでしょうかね。皆さんは前期と後期どちらが好みですか？ボディサイズは全長 4895mm、全幅 1800mm、全高 1460mm または 1475mm、ホイールベース 2850mm、室内長 1975mm、室内幅 1510mm、車内高 1190mm、エンジンは直列4気筒 DOHC プラスモーター、排気量 2493cc、使用燃料レギュラーガソリン、駆動方式 FR またはフルタイム 4WD、トランスミッション CVT です。それでは中古車を見たいと思います。公平 TV 前期モデルから見ていきます。クラウンロイヤルサルーンハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、前期モデルなので年式は2013年、走行距離約4万キロ、修復歴なし、支払い総額169万円となっております。このロイヤルサルーンには17インチのホイールが入っています。私は16インチのホイールよりもこの17インチのホイールのデザインの方が好みです。
確か1年前ぐらいにクラウンロイヤルの中古車の動画を配信させてもらったんですけども、その時に比べてだいぶ価格が安くなっているような気がします。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン G、 本革シートが付いています。走行距離10万キロ超えてます。支払い総額129万円となっております。このお店結構見かけますよね。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン G、 年式2014年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額140万円となっております。このロイヤルも17インチのホイールが入っています。走行距離が7万キロで支払い総額140万円って言ったら結構いいですね。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2013年、走行距離約6万キロ、修復歴がありか、支払い総額129万円となっております。 2.5 ロイヤルサルーン G が落ちていました。年式2013年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額160万円となっております。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2013年、走行距離約9万キロ、修復歴なし、支払い総額142万円となっております。 2.5 ロイヤルサルーン、年式2013年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額135万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2014年、走行距離約5万キロ、修復歴なし、支払い総額162万円です。 2.5 ロイヤルサルーンアドバンストパッケージ、シートヒーター、年式2013年、走行距離約4万キロ、修復歴なし、支払い総額179万円となっております。走行距離が4万キロで前期モデルになりますけども、支払い総額が179万円って言ったらいいですね。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2013年、走行距離約3万キロ、修復歴なし、支払い総額157万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン G が落ちていました。本革です。走行距離約2万キロ、修復歴なし、支払い総額193万円です。このボディカラーは好みが結構分かれると思うんですけども、走行距離が2万キロで前期モデルになりますが、支払い総額が193万円って言ったらいいですね。 2.5 ロイヤルサルーン、年式2014年、走行距離約8万キロ、修復歴なし、支払い総額112万円です。クラウンハイブリッドロイヤルサルーン、年式2013年、走行距離約5万キロ、修復歴なし、支払い総額133万円で落ちていました。安いですね、このクラウン。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、ワンオーナーです。年式2013年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額150万円です。前期モデルのロイヤルサルーンはだいぶ価格が落ちましたね。後期型を探してみます。クラウンハイブリッドロイヤルサルーン、年式2016年、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額207万円となっております。走行距離が6万キロで中間グレードのロイヤルサルーン、修復歴がなしで支払い総額207万円って言ったら結構いいような気がします。色はかなり好みが分かれると思うんですけども、 2.5 ロイヤルサルーン本革シートです。年式2016年、走行距離約9万キロ、修復歴なし、支払い総額150万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン G、 禁煙車です。年式2017年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額214万円です。クラウンロイヤル専門店とかあるんですね。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン 4WD が落ちてました。年式2015年、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額220万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2017年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額179万円です。17インチのホイールが入っています。 2.5 ロイヤルサルーン本革シートです。年式2016年、走行距離約5万キロ、修復歴なし、支払い総額213万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、禁煙車です。年式2017年、走行距離約3万キロ、修復歴なし、支払い総額200万円となっております。 2.5 ロイヤルサルーン、年式2017年、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額139万円となっております。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2016年、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額189万円となっております。アスリートはまだ高いんですけども、ロイヤルは後期型モデルも値段が少し落ちていますね。セダンは人気がないんですかね、やっぱり。クラウンロイヤルハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン、年式2015年、走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額145万円です。
ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルン年式2018年、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額200万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルン年式2016年、走行距離約5万キロ、修復歴なし、支払い総額211万円です。支払い総額が高いロイヤルを探してたんですけども、クラウンクロスオーバーが出てきました。支払い総額666万円するんですね。220系クラウン RS アドバンスも落ちていました。支払い総額430万円ですか。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルン4、年式2017年、走行距離約3万キロ修復歴なし、支払い総額321万円です。2.5 ロイヤル4、年式2017年、走行距離約4万キロ修復歴なし、支払い総額318万円です。4の後期モデルはまだ高いですね。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルン G、年式2016年、走行距離約3万キロ修復歴なし、支払い総額308万円です。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルン、新品のモデリスタエアロが付いています。19インチのホイール、車高調も付いていますね。年式2016年、走行距離約2万キロ、修復歴なし、支払い総額293万円です。このお車はかなりカスタムされています。ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルン G、年式2017年、走行距離約3万キロ、修復歴なし、支払い総額288万円です。走行距離が3万キロで、後期型モデル、修復歴がなしだと支払い総額288万円ぐらいしますね。クラウンアスリートが出てきました。支払い総額263万円ですか。公平 TV。 皆さん、中古車はいかがでしたか？アスリートに比べてロイヤルは少し安くなりましたね。後期型モデルで走行距離が5万キロぐらいで213万円のハイブリッドもありましたので、購入検討中の方はチャンスかもしれません。で、ハイブリッドモデルのロイヤルサルン G は玉数が少ないです。またロイヤルの動画も配信させてもらいます。本日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。浩平でした。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。